はい、コナンです。ポケモンコマスターやっていきたいと思います。クイーンズカップ、もうね S ランクまで来ました。もうあと少しで全コンプリートです。相手はキャロル。このキャロルね、突然現れるんですけども、今回勝つと675ポイントゲットできるということで、これはすごいよね。まあただ強いけどね、とにかく半端なく強い。 DX クラスのポケモンを3体も出してきて、さらにねプレートもかなり強力なものを持っているっていうね、このデデンネが移動がね3ということで、これ注意しないと一気に攻め込まれますね。さあミニ竜出してきました。うまく受けないとねこれやられてしまいます。非常に強い。ただねやってみた感じ、だいたいいつも同じような手を打ってきますね。そこがやはりコンピューターの弱いところ。ここはねこちらはまあ AI も使いますが、ここぞという時はちょっと自分で考えて、コンピューターの考えないようなとんでもない手で裏を返していきたいと思います。コンピューターはどっちかっていうとね、手堅く打ってくるという感じですね。その点僕はねどっちかっていうと結構ギャンブルチックな手が好きなので、この辺多分コンピューター受けるのが苦手じゃないかと思います。多分ねコンピューターはやはり勝率の高い駒の動かし方をしてくるので、そのあたり守りは強いけど攻めに弱いのかなという印象はありますね。さあこのあたりはミスのないように AI 使っていきましょう。このあたりはねもう本当誰がやっても多分同じ手でしょう。問題はやはり駆け引きのある局面ですよね。強いですね。うまく飛びましょう。ミニ竜を抑えました。おっとピカチュウ攻め込んでくる。難しいね、悩むよね。結構あのグラードン EX ランク強いですからね。そしてミュウツー、そして海王が、この3体がね非常に強力なので注意していきたいと思います。ただね EX クラスポケモンとしては強いのですが、移動がね1なので、まあ一気に攻め込んでくるということはないでしょう。ただねミュウツーは2なのでね、そのあたり注意が必要ですが、ピカチュウ対ピカチュウ、悩むね。このあたりうまくプレートを使っていくと、同じポケモン同士の場合勝率は上がりますから、まあちょっと駆け引きに近いところあるけどね、ここはね多分コンピューターではやらない手ですね。人間らしい相打ちですが、プレート分で勝ちました。さあこれでちょ少しこちらが有利になりましたね、局面的には。ただ相手の方がポケモンがねかなり強力なので注意必要です。グラードン動かしてくるか。こちらの守りはねカメックス1体に任せましょうかね、というか抑え込まれているという感じでしょうか。そして左側の方でこちらは攻めていきましょう。ピカチュウを前に出すか、難しいよね。前に出すと抑え込まれてやられてしまう時もあるし、この辺は本当に駆け引きです。プレートをねうまく使っていきたいと思います。ピカチュウにプラス使いました。これでどうだろう、グラードン強いけどね、おギリギリ勝てましたね。プレート分でなんとか勝つことができました。この辺りねうまくプレートを使うことによって、まあ弱いポケモンでもね強力なポケモンを倒すことができる。この辺りがこのゲームのね非常に面白いとこですよね。さあコーナーを抑えました。左側からうまく攻め込んでいきたいと思います。この辺はね本当に五分五分というか駆け引きですね。この辺は非常にコンピューターが苦手なところですよね。ちょっと勝負どころなんでね慎重にいきたいと思います。ちょっとねここを抑えられちゃうと右側からの攻め込みでね一気に負けてしまうので、慎重に相手の動きを見ながらいきたいと思います。ミニ竜デデンネ、さあ迷うよね。プレートをうまく使っていきたいと思います。
ディフェンダーはね、あの0から100の攻撃であれば気絶しないというね能力なので非常に有効です。この場合やられることはまずないでしょう。結構ねディフェンダーはまあ安いプレートの割には使えるような気はします。さあもちろん相手はピカチュウで受けてきました。もうあと一息だよね。もうあと一歩踏み込めばいけますが、注意しないと挟まれたりしてね一気にやられてしまいます。悩みますね。本当に勝負どころです。コーナー行きましょう。これで左側はかなり抑え込んでいます。もうあと一息。もちろん相手もプレートを使ってコーナーを奪い返しに行きます。そこはなんとかかわすでうまく乗り切りました。この手数乗り切りました。さあどうしようか。ミニ竜ピカチュウ、うまくここの局面乗り切れば勝利ですね。ただねこのスペック見る限りピカチュウの方がね上なんだよね。そしてこちらのカードももう使えそうなのがない。悩むよね。かといって他のポケモンが動かせるわけでもなく、ここは賭けに出るか、難しいですね。非常に悩みます。ここで勝負が決まると言ってもいいでしょう。重要な局面。さあどうしようか。デデンネがあそこにいるからね、ここは行きましょうか。本当に駆け引き、お、来た、行きましたね。この辺の駆け引きは多分コンピューターではできないですね。さあ相手はもちろん受けてきますね。そしてここはなんとか乗り切りたいよね。あーそうはいかない、そうはいきませんね。残るはもうピカチュウ1体ですね。こちらの駒としては相手はもうデデンネしか受ける駒がありませんね。うまくピカチュウで攻め込めればもう勝ちといったところですね。さあここは先手でいきましょう。かわす、かわしますね。さあ相手どうする。ピカチュウ同士で受けてきた。そしてプレートはないのでここは相打ちですね。どうだ、おっと来た、来ましたね。防ぐことができました。ピカチュウで攻め込んでクリアです。本当にね駆け引きどころが何回もありましたが勝つことができました。キャロル強敵だよね。まあその分ね報酬もかなりすごいのでもう少しで全てコンプリートですね。675ポイント一気に近づきます。さあダイヤもゲットです。さあ皆さんはねこの S ランクのキャロル勝つことができましたのでしょうか。またコメント欄で教えてください。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。